キチャンネル。部長、こんにちは。今日はですね、はい、奇策シリーズっていう奇策ところで、はい、今年はね、ニッパームビッグボスが奇策とかって、ね、はい、なってるじゃないですか、うん、だから奇策シリーズっていう。でも、はい、奇策って言われてるうちはダメって知ってました。なんでですか。珍しい、あ、こんなプレー、こういう作戦あるんだ、わーってなるじゃないですか。だから奇策っていうのは、はい、これ奇策ってどういう意味なんだろうなと思って調べたのよ、うん、はい、みんな奇策奇策って言うけど、奇策ってどういう意味なんだろうなって調べた時に、はい、うん、はい、人の予想もしない奇抜な計り事、うんうん、奇抜の奇ですね、うん、意表をついた作戦ってことですよね。そうそう、っていうのが奇策なんだよね、はい、うん、はい、でも奇策じゃダメなんだよ。奇策と言われてるうちは。なんでですか。妙策って言われないといけない。妙策、はい、妙策っていうのは、はい、優れた策略、うん、巧妙な計り事、うん、っていう意味があって、うん、結果を出すためのことを妙策っていうらしいね、はい、だから奇策っていうのはただびっくりさせるとか人の予想しないことをするっていうだけで、はい、結果がどうなるかは問わないね、はい、でも妙策っていうのは優れた結果に結びつくように行くことを妙策っていう、ね、あ、でもあれじゃないですか、奇策にして妙策みたいな感じだったらいいんじゃないですか。だから、だから要は妙策までいかないといけないんだよ。奇策って言われてるうちはダメなんだよ。やっぱ 妙策に昇華していかないと、妙策っていうのは目的を達成できるような優れた策略のこと。ああ、とりあえずやってみようじゃなくて、びっくりさせるんじゃなくて、それを講じて結果に結びつける妙策って言われないとダメらしい。ああ、なるほど、うん、ってなった時に、はい、俺がボビーの時に、はい、感じた奇策、妙策の裏話っていう。へえ、まだボビーシリーズあるんですか。ボビーシリーズあるのよ。ボビーさん本当にいろいろやってるんですね。すごい、もう、うん、しょうもないことからいろんなことまでダンスと社交ダンスとか、うん、で最近のそのなんか話題になったのが、はい、あの岡田監督、前阪神の岡田監督が、はい、そのなんか評論で書いてたのが、はい、糸井が怪我してて、はい、打席に立って打てないと、うん、でも俺は振らなくてもいいから糸井にあの場面代打で行かせたっつって、はい、で三振してもいいから振らなくてもいいと。でも相手は糸井が動けないって知らないから、糸井のプレッシャーでひょっとしたらフォアボールもあるかもしれないと。でもそういう策をあの場面取らせたって書いてて、はい、どうなんやみたいな感じになってたけど、はい、ボミンもあるのよ、そういうの、はい、俺が肋骨骨折して2006年、うん、忘れもしない仙台で、はい、元チームメイトのリック・ショートっていう外国人に、はい、ホームバンガークロスプレー突っ込まれて肋骨骨折、しかも俺その時初めて規定打席到達するかどうかのいいラインで来てたから、チームメイトだったのにみたいな、でその日は最後まで出たので、で結局サヨナラ負けかなんかしたのかな。でホテル帰って、いやマジ痛いっす、やばいっすわって言って、でもその日は普通にご飯も食べて寝て、次の日絶対後悔みたいな、もうムチ打ちみたいになってみたいな、でなって、でもそのまま一軍帯同したので肋骨骨折してたけど、時に代打準備って言われて、はい、行かないけど、はい、あの全部フル装備してヘルメットつけて、はい、ここで試合見てろって言って、はい、だから行くふりしてこうやって、へそしたら次橋本なのね、はい、でここで左ピッチャーに変えたら里崎代打出しますよっていうフェイク、はい、ああフェイク係、はい、フェイク係、そう、なるほど、行かないけれども、そう、相手のベンチから見えるところに立ってたりして、はい、で準備して振ってたり軽くこうやって行く準備、はい、見しとけって言って、でそしたらその天秤かけて左出したら里崎出てくるから、はい、このまま行かすみたいな感じになるから、うん、あのそういった意味でもそこ立っとけって言われて、はい、で、あの変わったとしても行かないんだけどね、はい、うんうん大変ですからね、そういうのもあったのよ、立っとけみたいな、フェイク代打あとは、はい、あのでも本当に、うん、あの池もあったからね、折れてんのに、もう優勝争い真っ只中だから、はい、でその時に終盤骨折してんのに、はい、だから俺試合出ないと思ってたから、はい、普通にユニフォームも着てないのよ、うん、痛くて打てない、はい、だからバッティング練習もしてないのよ、うん、でしかもそれあの病院行ってたからね、はい、試合前で試合ギリギリぐらいに帰ってきて、はい、ユニフォーム着かなくてもいいからって言って俺試合だけ見てたのロッカーで、はい、そしたらコーチ走ってきて、はい、担当の、うん、佐藤なんかボビーがさあの代打いけるかって言ってるって言われて、はい、行けって言うんだったら行くけど使わへんって言ってたやんって言って
しかもユニフォームも着てないのに、はい、いやなんかボビーがいけるかって言ってて、うん、いけるんだからいけるんだったら準備してって言ってるって言って、はい、俺短パン T シャツよ、はい、え練習もしてないのにって言っていや今、まあ、いまあ、いやいけって言う、じゃあ着替えようかって言って、はい、着替えて、はい、バットスイング上で軽く打って痛えなと思って、だって折れてんですもんね、うんうん、で佐藤行くよって言われて、はい、本当に行くんだと思って、はい台が普通に、でもそれ振らなくていいんですか。いやいや打ってねってで立つ超チャンスよ、はい、で打席立って、はい、でピッチャーホークス、はい、篠原、うん、左、はい、初球ストレートが高めにパーンときたの、うんはい、初めて俺今日外グラウンド出てるから、はい、スピード感もすごい速く感じるのよ、はい、そりゃそうだね、今までこうやってのんびりこうやっていたんだから、うん、出ると思ってないですからね。でそんで、うん、これはまっすぐちょっと打てへんぞと、はい、すっごいやたら速く感じると、うん、じゃあもうあのスライダー一点狙いやと、はい、遅いんだったら打てるやろってスライダーだけ待って、うん、ちょうどストライクと抜いたスライダー思いっきり振り抜いて、はい、レフト線タイムリーツーベース。うわすごい。でも、はい、そこアドネアに出てるから打った瞬間走ってセカンド行くよ、はい、でダイソー出んのよ、うん、帰ってきた瞬間ロッカーで大の字でうわーいやそそめやばいし痛い感じとかあるのボビーボビーさん意外と強硬ですね、うんうん、フェイクの時もあるけど、はい、強硬も刺すからね、そうですね、すごいですね。でもそういうのも作戦取ってたから、はい、その岡田監督が言うのも、うん、最もやと思う ね、 あ、そうですね、そういうのもあるよっていうね、うん、できなくて、はい、で、うん、次が、はい、スクイズのサイン、はい、すごい単純なサイン、はい、スクイズのサイン、まあ、出すじゃんね、はい、でこうやってゴロってこうやってもうやるのよ、はい、オーバーリアクション、はい、こうやって何もさ、でもボビーさんが、うん、サイン出さなくてもってやるのよ、はい、それスクイズのサイン、へもうこうやってベンチ前でこうやってゴロンってやったら、うん、スクイズいやでもそれがだからもうスクイズのサインってことですよね。そう、はい、でもそんな思わんじゃん、はい、何もサイン出さないで、はいってやったら、はい、あゴロゴーなんやなって思うじゃん、三塁ランナーが、はい、うん、それスクイズだからすごい、へえ、それ相手でもそれ一回使ったらバレませんか。でもそれがサインって思わんやん。あ確かにそっか、サインってなんかもっとサインらしいサインですもんね、うん、だってこれこういうの出さ、ブロックサイン一回も出さないんだよ、はい、出さないでとかって、はい、これもゴロを走れよみたいな、はい、感じのオーバーリアクションしたらもうほぼスクイズ。それはちゃんと浸透させられてるんですか。いやだからそれは三塁コーチャーが分かってればコーチャーがサイン出すから、まだ、あ、そうかそうか、そうそう、選手は別に知らなくても、はい、だからそのボビーが三塁コーチャーに伝えるサインがそれ、うんうん、あ、で俺とかベンチで見てて、はあ、やったわスクイズちゃん、はあ、スクイズみたいな、だからそういった意味でも非常に奇抜で、はい、そうですね、うん、なんか他の人がやっぱやらなそうな、うん、でそれは秘策なんですか、妙策、秘策だ、結局日本一になってるからね。あ、まあそっ か、うん、だからそういったところがやっぱ結果がいるよね、はい、だからその扇マジックっていうのも優勝してるし、はい、うん、ID 野球っていうのも優勝してるから、はい、やっぱ優勝していくとそれが妙策になっていくんだよね。あ、だからやっぱ結果出さないと妙策になんないよね。そうかそうか、今は結果をまだ出てないうちは秘策してるねって言われてるけど、結果が出たらそれが妙策に後で変わるっていうね。妙策だったねってなる、ね、そうだからそれは結果につなげていかなきゃいけないけど、うんうん、まあこっちも大変だったよね、降りてるから行かないと思ったら行かされるしみたいなね。そうですね確かにボビーさん何言い出すか分かんないですね。あ、グッジョブって言うんですか、はい、そんで、うん、でもグッジョブって言っていただけたらなんかやってよかったってなりますね。でも死ぬほど痛かったよ。そうですね、でその後もう速攻なんか高気圧酸素とか入ったりしながら、はい、もう速攻回復させて、でまあ規定打席行けたからよかったけど、はい、マジあの時は本当骨突き刺さるんちゃうかってぐらい痛かったわ。へえ、もうそれ痛いですよ。だからこういうのは多分ね、いろんな選手が、うん、いろんな監督のと多分いろんなのがあるはずなんだよ、はい、これ出てきてないだけだからね、うん、ぜひいろんな話聞きたいですね。そうですね、うん、でも本当に聞いててボビーさんの私いいなと思うのは、うん、なんか日本人の方って褒める時ってあんまりこうよくやったぞとかなんか褒めない、あんまり褒める傾向ないじゃないですか、グーって言っていただいてるのは、うん、私本当に気持ちがいいなと思うんですよ。じゃあ俺やっぱ総チェックもいいかな、グーッチって。え、嬉しいと思います。あれは選手の方もし見てたらうわグーって言われたって気持ちいいと思いますよ。ビッググーとかもあるけど、はい、スパイラルグーとかね。ね、いいと思います。
と思います、ね、はい、はい、まあ、皆さんね、うん、まあ、結果出したらね全部許されるんでね、はい、そういったところはねいろんなところでね、うん、まあ、いろんなことをしながらね、うん、結果を出してあとはね、はい、プロ野球を楽しんでいきましょう。はい、はい。